仕事終わりました。お疲れ様です。漫画肉余ってる人、漫画肉ください。漫画肉ください。はい、ワード2。漫画肉がね、多分3つ配られてるはずなんで、とりあえず100個ください。あの、延長チケットタダになるんで、ありがとうございます。ありがとう漫画肉。はい、お疲れ様。漫画肉だけもらいに来ましたみんなの漫画肉をもらいに来ましたんで、漫画肉ふわっちから3つ配られてるはずなんで、漫画肉ください。漫画肉ください。取っといた。ありがとう、ありがとう。で、延長チケットもバカになんないんだよ本当に。今月だけで5000円分ぐらい使ってるからさ。漫画肉ありがとう。サンキサンキュー。まあ、多分100個ぐらい速攻集まるだろうなと思って。ただ今日逃すとさ、みんな多分配っちゃうだろうなと思ったから、あの、漫画肉だけ本当欲しいなと思って。ありがとうございます。ありがとう。漫画肉ください。あ、お疲れ様。漫画肉ありがとう。いや、もう本当に漫画肉だけもらいに来たから楽しませる気ないよ。リスナーを楽しませる気ないよ。コウさんありがとう。漫画肉、もう漫画肉だけ奪いに来たからお前らの漫画肉をもらいに来たんだよ。はい、流星さんありがとう。はい、ワード2みんなありがとう。もう漫画肉もらったら寝るから。みんなありがとう。神々さんありがとう。漫画肉アカウント作り直してきました。ペコポンさんどうも、フォローしてね。おー、サイドさん久しぶりっすね。漫画肉ありがとう。ランキングアップの効果もあるみたい。あ、じゃあいっぱいちょうだいいっぱいちょうだい。ソートさんありがとう。漫画肉あれしょ、どうせあれしょ、あげる相手あんまいないでしょ。俺の放送他の放送と被ってるから、寝るの早くねって。だって昨日ずっと起きてたんだもん。昨日すげえ放送してたんだから。漫画肉ありがとう。余ってる漫画肉ください。ルージュありがとう。漫画肉、漫画肉ありがとうございます。今20個足りないよ。あと80個ください。みんな3つあるはずだから、3つガンガンちょうだい。いらないでしょどうせ。まもなく西武球場前さん、漫画肉ありがとう。カオルくんありがとう。タムチビありがとう。いつも楽しませてもらってるからね。うるせえよ、タダだろこれ。これタダで配られてるやつなんだからいいだろ。たまにはわがまま言わせろ。タダで配られたもんは全部俺もらうかんね。お疲れ、大臣補強。漫画肉ありがとう。初見さんいらっしゃい。漫画肉ください。チャカマルさん漫画肉ありがとう。おい、シェレン久しぶり。漫画肉ありがとう。シェレンのね、あの、ツイッターね、今日たまたま見てね、最近来ねえなとか思って。漫画肉ありがとう、みんな。頑張ります。タダでもらったもんは、あの、強引に奪いますんで、僕は。はい、漫画肉いっぱいください。100個。もう、あのね、これ、100個前だから。1人、100個前だから。そしたら、チケット10枚入るから、無料で延長できるから。みんなにメリットあるから。深夜中信者さん。深夜中にあげなよ。あなたは深夜中に漫画肉あげなよ。いや、課金したアイテムは、それはずうずうしくはいただけないですけど、ねえ、ただで配られたもんなんだから、ねえ、和道にくれよっていう。そこは、強引に言うよ。そこはパワープレゼンだろう。上限10枚だからね。元気そうじゃん。お、クリボーいらっしゃい。久しぶり。なんで大月健二なのかよくわかんないけど。いらっしゃい。フォローしとけよ、クリボー。元気してんの？はい、いらっしゃい。漫画肉ください。新しいフォロワーさん紹介します。ちょっと待って、機能がなんか、新しくなって、いや、これ見づれえな。新しいフォロワーさん紹介します。ペコポンさんフォローありがとう。全部開けちゃう。ありがとう。ありがとう。漫画肉みんなありがとう。あとね、あと57個欲しい。とにかく漫画肉欲しい、今は。元気してる？フォローしとく。ありがとう。今日は和道組んでいい？いや、もう寝るよ、俺。本当に漫画肉だけもらいに来たから。悪いけど。悪いけど、ガチで漫画肉だけのために俺放送やってるから。漫画肉以外に何も目的はない。本当に漫画肉しか狙ってない。だって、1個50円でしょ？ 10 個で500円分得するんだもん。500円もらうようなもんだもん。
はい、和骨でーす。漫画肉ください。もう漫画肉しか言わないから。新しいフォロワーさん紹介します。クリボー、フォローありがとう。子さんです。はい、ヨンヨン漫画肉ありがとう。たくみさん漫画肉ありがとう。もう、本当に、これ ?6800 円。6500円。6500円。6500円です。買ってください。漫画肉ありがとう。ただ、今まだ発注かけてないから、まだまだ先になるね。2ヶ月ぐらい先かな。漫画肉です。漫画肉ありがとう。和道さんの放送楽しみなのに、わかったよ。じゃあ、漫画肉100個くれたら、ちょっと30分くらい食べるよ。漫画肉ありがとう。こんばんは、お疲れ様。漫画肉ありがとう。とにかく、今は最優先して漫画肉ください。今はとにかく漫画肉のことだけ考えてください。漫画肉のことだけ考えてください。漫画肉を俺にいかに捧げるかっていう。あ、漫画肉ありがとうございます。漫画肉ありがとう。もうとりあえず、やることやって落ち着こう。やることやろう。はい、あとね、47個、漫画肉。47個漫画肉ください。1に漫画肉、2に漫画肉、3、4も漫画肉、5に漫画肉、6に漫画肉、7に漫画肉、8にも9にも漫画肉で、10にも漫画肉だから、今はとにかく。グノコッチョーさん、久しぶりじゃね、いらっしゃい。漫画肉。もうとにかく、俺、プロだから、500円でも稼ぎたいのよ。500円でも稼ぎたいんだよ、とにかく。この500円で、旅配信変わるんだから。最後の肉ありがとう。とにかく漫画肉だよ。はい、漫画肉。ついでに、花火あげてもいいよ。もうついでにやけくそで花火投げまくってもいいよ。あ、間違えたっつってみんな間違えて花火打っちゃうよ。漫画肉ありがとう。もうとにかく500円を一瞬で稼ごうと思ったから。むっちゃんまたついらっしゃい。お腹すく?なんで?あ、花火くれんのかい。花火ありがとうございます。ハッチ花火ありがとう。あ、引っかかったやつがいる。引っかかったよ。囲いが引っかかったよ。やったー、500円ゲット。イェーイ。漫画肉ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。ありがとう。漫画肉ありがとう。まだ食べてないの、ご飯。もうヘトヘトだよ、俺。漫画肉ありがとう。ポコさん漫画肉ありがとう。カニパン、こんばんは。漫画肉ください。お、姉貴いらっしゃい。姉貴、漫画肉ください。風船いらない。風船じゃない。漫画肉ください。とにかく今は漫画肉。自炊夜とか。いや、最近自炊やってないね。金回りいいんだよ、最近。だから11キロ太っちゃった。この2ヶ月で。わかりやすいだろ。貧乏人はね、食品にすぐ金かけちゃうからね。自炊しないとダメだよね。まあ今日は何も食べないで寝るけど。まあトークはいいから漫画肉だよ。漫画肉3個投げ終わったやつにだけ発言権があるわけだから。漫画肉3個とにかく投げてくれ。もったいぶるな。漫画肉だよ。というかもうさっさって100個集めちゃおう。あと34個。もうここはね、なんつうの、中堅配信者、大手配信者、プロ配信者の腕の見せ所だから。あまねくん漫画肉ありがとう。こうやってね、仮想配信者との実力の差を見せつけてやんないと。あ、ワド速攻漫画肉集めてったわ、つって。漫画肉ありがとう。やっぱね、稼ぐとき稼ぐ。アイテム投げるときは投げる。特にね、運営からタダでもらったものはね、ガンガン投げましょう。そう。あ、肉投げないでください。漫画肉が欲しいの。買って3日経った刺身捨てろってコッペに言われた?それそうだろ。刺身はその日食わないダメよ。ピクルスいらっしゃい。漫画肉くれ。ふわっちのシステムがよくわかんない。誰か、漫画肉の投げ方を教えてあげて。誰か漫画肉の投げ方をクリボーに教えてあげて、クリボーに。漫画肉、あいあいいらっしゃい。ガッツ石松さんいらっしゃい。初見さんも漫画肉ください。ラスティさんいらっしゃい。とにかく、もう73個、もうちょい。はい、みんな漫画肉。投げてない人漫画肉。ダメだよ、3日はダメ。マジで危ない。刺身はダメ。刺身はほんとやめた方がいいよ。漫画肉ありがとう。あと23個。あと23個です。漫画肉プレゼントありがとう。
漫画肉ありがとう。いいね。初見さんも投げてくれるからね。プロ配信者になると、もう初見さんももう一瞬で囲いになるから。もう一つ、対象補給ありがとう。和道のパエリ焼く以外、うまそうだろ。あれあんまうまくないから。見た目だけだから。しょっぱかったわ。漫画肉プレゼントありがとう。浅井さんのパエリアの回、めちゃめちゃ面白いよ。浅井さんにパエリアご馳走したらシナモンかけてたからね。シナモンシュガーがうまいっつってシナモンシュガー振りかけてたから。漫画肉ありがとう。漫画肉ありがとう。うん。あれ、もうそろそろだ。あと18個。あと18個です。無料で3個配られてるから箱マークから投げれるよ。そうそう。なんかそういうマークがあるんだよ。クリボーね、携帯からかわかんないけど、コメントの横にアイテムっていうのあるだろ？そこに3個無料でふわっちから配られてるはずだから、それで3押せばいいんだよ。アイテム投げれるよ。大丈夫だ、頑張れ。こんばんは、ちいさん。漫画肉ください。もう11分間漫画肉しか言ってないからな。はい、こんばんは。あー、疲れた今日。見た。シナモンかけてたね。しかもがっつり。あれ超面白かったでしょ。浅井さん最近会ってないな。Cさん漫画肉ありがとう。あいあい漫画肉ありがとう。あと、16個。あと16個。もうそろそろ、もう大丈夫か。もうみんな投げた。投げた？みんな。大丈夫？おかしいだろう。でも、70人いるってことはさ、70人かける3だから、三四、210本漫画肉が来るはずなんだけど。なんでみんな投げてないの？もう使っちゃったの、漫画肉。投げた？ありがとう。じゃあ、あと20分トークして寝まーす。はい、ワドツー。もうない？はい、ワドツーみんな。フリートークして寝まーす。さあ、ほら、スーパースターがいるよ。目の前にスーパースターがいるんだから、もうバンバン質問タイムだよ、もう。漫画肉ありがとう。今日も、和道様に会えて、和道様に会えて、あれでしょ？嬉しいでしょ？感激でしょ？漫画肉ありがとう、小麦。漫画肉ありがとう。あと、初見さんフォローしてってください、面白かったら。ありがとね、みんな。あと何個？ていうか、漫画肉が増えてなくね？バグか？漫画肉投げすぎた、ちょっと。あと14個。82名さんいらっしゃい。漫画肉余ってる人ください。もう疲れてるんだよ。昨日から寝てないからさ。明日がっつり放送やるから、仕事から帰ってきたら。がっつりやります。今日悪いけど、30分で終わるから、あと16分ぐらいで終わっちゃう、放送。まあ、みんなのおかげで一瞬で500円稼げたわ。チケットに交換しなくていいもん、これ。仕事何してんの？ん？A 型作業所って言って、なんて言えばいいんだろうな。障害者が働く会社で働いてる。いろんなことやってるよ。クリボー YouTube も登録しとけよ。コミュニティに書いてあるから。まあ、軽作業だったり、イラストレーターとか、フォトショップとか、サイト設計とか、いろんなことやってる。LINE スタンプ作ったり。両人さん、漫画肉ありがとう。あと13個。もう漫画肉だけだよ。本当に漫画肉が、だって500円稼ぐのって本当大変なんだよ。30分間で500円稼いだら時給1000円だよ。こんなさ、ただで500円稼げるんだったらさ、がっつくでしょ。こういうところにプロ意識が出るんだって。ね、リスナーさんからタダで500円もらえるチャンスがあるんだから、500円にがっつかないと。ここがアマチュアとプロの違いなんだよ。タダで和道に500円プレゼントできると思ったらさ、こんなチャンスないじゃん。普段さ、無課金のやつでもさ、和道に支援できるんだから、そう。ここはがっつくよ。リスナーさんにデメリットないんだもん。これ、今日ぐらいわがまま言ってもいいでしょ。でしょ？こういう時にがっつかないと。新しいフォロワーさん紹介します。ラスティさんフォローありがとう。クリボーフォローありがとう。バガープレゼントありがとう。そうだよ。そう。こういう時、いつ日本一周行くの？調整中。
生活保護抜ける日が決まって、仕事辞める日が決まって、引っ越す日が決まって、その3つが整ったら、日本一周する。多分来年だね。うん。来年。仕事はね、15時45分まで。だいたい4時ぐらいだね。で、家に着くのが4時15分とか4時半とか。ハートプレゼントありがとう。まあ、プロじゃない。どうなんだろう。まあ、月18万稼いだらプロじゃないかな。ダメ？ホンボイさん。15万以上稼いだらプロ名乗るねっていうことはリスナーさんに言ってたんだけど、もし15万配信で稼げたらプロ名乗っていいよって言われてたけど、どうなんだろう。ダメかな？みんなプロって認めない？91名さんいらっしゃい。あと10個。あと10個です。生肉余ってる人いた？あと10個。誰かください。うん。運営から3個プレゼントされてるはずなんで。生活できたらプロ。だって俺、生活保護でだいたい13万で生活ずっとしてたわけだから、余裕で生活できるじゃん。いけるっしょ。知らんがな。知らんがなって言うんだったら因縁つけないでよ。初見さんいらっしゃい。宮脇さんでいいか。宮脇さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。楽しかったらフォローしてね。ゆっかさん、漫画にかありがとう。初見さんかな、ゆっかさんは。ありがとう。あと何個？あと9個。あと9個欲しい。漫画にくださーい、うん。疲れたわー。疲れたわー。マジ疲れた。ヘトヘトだよ。もう。もう、あれだもん。寝る前の変なハイテンションなだけだから。テンションが変なハイテンションなだけです。15万はノルマでしょ。プロだもんね。ノルマっていうか、まあ、15万が最低、一番底辺のプロ。要はプロ名乗っていい最低限であって、ニコ生やめたんだ、ナムポワド君。はい、さよなら。もう二度と見なくて結構です。はい、ブロックです。はい、さよなら。もういらないから。ゴミみたいなリスナーいらないから。俺余裕あるから。プロだから俺。初見さんいらっしゃい、チャムさん。楽しんでて。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。タロスケありがとう。漫画肉ありがとうね。うん。お疲れ様です。おい、ピクルスお疲れ。一年前より生き生きしてる感じがする。だって稼いでるもん。稼いでるし、リスナーさんいっぱい来るし、絶好調だよ。うん。いや、もう、ゴミみてえなリスナーいらねえから、俺。うん。正直、めんどくせえだけだから。うん。ニコ生でどうのこうのとか言って、ニコ生でも見てろ、ゴミ野郎って感じだ。うん。そう思わない。ゴミはニコ生でね、なんかアンチコメントでも打ってろっていう。関わりたくねえから。うん、俺は別に楽しい仲間たちが今いっぱいいるから。あ、ゆっちゃんいらっしゃい。漫画肉余ってたらゆっちゃん漫画肉ちょうだい。新しいフォロワーさん紹介します。シャムさんフォローありがとう。100名さんいらっしゃい。漫画肉ください。プロの基準って自分なりに稼げたらプロ。いや、俺は飯が食えて生活ができたらプロだと思ってるけど。うん。なんでもいいけど、絵描いてて飯食ってたらプロじゃない。どうなんだろう。漫画肉ありがとう、ゆっちゃん。どう思う？客観的にじゃあ、同級生とかが、何やってんのお前つって。ああ、音楽やってる。つって。へえって。でもあんま食えてないけどね。つって。いくらぐらいもらってんの？ああ、15万ぐらいだから貧乏生活だよって。でもプロじゃんって言うでしょ。言うでしょ。いや、それプロだろって。すげえじゃんって言うでしょ。うん。だから俺は、それは音楽じゃなくてたまたま配信だっただけだよ。お前仕事何やってんの？配信つって。まあ貧乏だけど。つって。いくらもらってんの？まあ月18万ぐらい。つって。あ、まあプロだね。って言わない？みんなどう？俺普通に友達がそういうやついたらプロだって言うよ。別に自分がどうこうじゃなくて、他人がそうだったら、ああ、まあまあ、なんか駆け出しのプロって感じがする。だからプロの最低限の条件っていうか、言うよね。ゆうちゃん漫画にかありがとう。だから別に変わったこと言ってるつもりはないけど。セミプロではないでしょ。セミプロとかさ、昔言葉があったんだけど、バイトしながら半分プロやってる状態は、まあね、ちょっと前の俺だと思ってるけど、もう完全にプロになったと思ってるよ、自分では。うん。わかるよね。共感できるでしょ？だからまあ、普通だと思うけどな。漫画肉ありがとう、チャム。うん。残り9分でーす。漫画肉、あと3個、あと3個。漫画肉ありがとう。人それぞれのプロがありますよね。
いや、っていうかまあ、プロの定義は飯食ってるかどうかだと思うよ。うん。で、18万で別に普通に食っていけるじゃん。貧乏かもしんないけど。だから、まあ、普通に食っていければプロですよ。うん。まあ、てか、その、人によってプロの定義があるっていうか、プロの定義ってそこだと思ってるけど。まっぽい漫画にかありがとう。ね。全然プロでしょ。で、プロフェッショナルってそういう、何かで飯を食ってってる人が俺はプロだと思ってるから。まっこいありがとう。はい、みんなありがとう。肉いらない、もういらない。もういらない。ありがとう。ありがとうございます。はい。500円稼ぎました。ありがとう。みんなのおかげで500円稼ぎました。ありがとう。早かったね。20分で稼げたね。うん。よかったよかった。これがプロですよ。これがプロですよ。20分で500円。500円と花火も一発だから、まあ、20分でだいたい1200円ぐらい稼いでるな、今日は。うん。ありがとう、みんな。まあまあまあ。だってこの前なんか2時間の放送でさ、2時間の放送で2万7000円稼いだんだよ。すごくない？売上で言ったら倍だから5万円だよ。普通にキャバ嬢みたいじゃん。あ、違う違う違う。あれだ。時給換算したら3万4000円稼いだんだ、この前。ねえ、2時間で3万4000円手取りで稼いだの。時給1万7000円だよ。歌舞伎町のホストとかさ、歌舞伎町のキャバ嬢より稼いでるじゃん。全然。ナンバーワンより稼いでるでしょ。うん。全然いいでしょ。まあ、それは瞬間風速だけど。だから結構、まあ、自信ありますよ。別に。うん、ね、それくらいのことやってると思ってるし。うん、いいリスナーさんに、うちの客層いいから、みたいな。うちのリスナー層めっちゃいいからっていう。敷居高えからっていう。和道の放送は。そんな感じ。うん。うん、でまあ今見るのなさそうだな。なんか面白い配信者いないね。ありがとう。みんなありがとう。みんなのおかげで稼げました。サンキュー。でもいいよね、ふわっちね。こういうの楽しいじゃん。無料でね、お金配ってるようなもんだしさ。リスナーさんも好きな配信者にプレゼントできるから、いいよね。ふわっち、またサイト新しくなってんだよ。うん。なんか機能がね、追加されてる。だからその機能が追加のキャンペーンみたいだよ。今回の。あの生肉は。漫画肉か、うん。いいサイトだよ、本当に。リスナーのこと大事にしてて。こんだけリスナーのこと大事にしてて、こんだけ配信者のこと大事にしてるサイトなかなかなくない？俺本当に見たことないよ。配信、もう、何？配信サイトとしては1年目だけど。このサイトはね、本当にね、人を大事にしてる。うん。だからみんないつくんだよ。いい人が。いい人材が残るんだよ。本当にいいサイトだと思うよ。この経営者に会ってみたいもん。ここの社長さんとか、プログラマーとかに。すげえ考えて作ってる。履歴でチケットもらえなくなった。何履歴でチケットもらえなくなったって。わかんねえわ。履歴でチケットってもらえたの昔は。履歴ってなんだろう。何履歴なんだろう。ちょっとわかんないわ。何の履歴？あ、ランハゲ始まった。ランハゲ今旅行行ってんだよね。うん、ランハゲと金梅さんが旅行、新八郎も一緒にいんのか。なんか俺も旅行行きてえな。なんか仲間と一緒に旅行行きたい。旅行オフ会やりてえわ。みんなで温泉使ってさ、絶対楽しいじゃん。ちょっと息抜きしちゃうよね。後ろにホイミンがいますが、ドラクエとか好きなんですか？大好きだよ、俺、ドラゴンクエスト。俺はね、5、6が好きだったね、特に。思い入れがあるのは。5、6、7かな。7は竜神王だよね。うん。特に5が、5、6が一番やり込んだかな。うん。5も好きだけど。ファイブはすごいよね。主人公が、お母さんがいなくて流浪の旅しててお父さんが殺害されて、で、10年間か20年間奴隷になって、さらに10年間子供が生まれてハッピーエンドかと思ったら、石にされるっていう。主人公どんだけ不幸なんだよっていうね。ファイブ泣くよね。あんな主人公いる？
だってさ、主人公らしくないんだよ。もうどう考えても。お父さんが殺害されるでしょ、序盤に。で、みなしごになるでしょ。で、10年間奴隷になるんだよ。で、その後、やっと子供が生まれて幸せになれると思ったら石にされるんだよ。何その人生っていう。意味がわからないよ、本当に。全然意味わかんないよね。だから5好きなんだよ、やっぱストーリーが。作り込まれてるし。昔のゲームはさ、グラフィックとかにこだわれなかった分さ、すっごいそのストーリーを緻密に作ってるよね。パパスのセリフだね。ぬわー。ゲマ許せねえよ。あと、武道が強かったなぁ、6は。6は武道が強かった。昔のプログラマーとかさ、すごい考えて作ってんだよね。ファイナルファンタジー3の、なんかバスドラの音は、あれバグの音なんだって。バグでなんかプツ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 音が鳴っちゃうから、この音を利用してバスドラにしようっつって、バグの中にバスドラ入れてかっこいい音楽作ったんだって。あと、3、それ、また FF3 なんだけど、飛行船って早く移動するじゃん。あれもプログラムのバグなんだって。で、バグを利用しまくってゲームを作ったんだって。だから FF3 は移行されなかったんだって、なかなか。もうそのハードのバグシステムを使いすぎてて、リメイクも一から全部作り直さないといけなかったから、だから大変だったから、なかなかリメイクが遅かったんだって。昔のプログラマーって天才なんだよね、ゲームプログラマーって。逆にその、なんかプログラムのミスとかを利用して、かっこいいゲームを作ってたんだよ。それプロでしょ。うん。ピンチはチャンスだよ。じゃあ皆さんお疲れ様です。今日は寝ます。みんな、また明日楽しんで放送やりましょう。うん。ごまかしが上手くなるそう。ああ、まあ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 。ごまかしね。でもまあ、客が喜んだら勝ちだからな。うん。バグだと思わせなかったら勝ちだから。そう、ね、バグどうしよう、バグどうやって直そうじゃなくて、もういいよ、バグかっこいいからバグにバスドラつけようぜっていう発想がかっこよくない？うん。バグも利用しようぜ、みたいな。そういうね、なんか、プロ意識がすげえ。うん。生肉をかっさらって帰ってくっていうね。30分間で、ちょっと1200円ぐらいちょっとね。見るものないから寝ないで。いや、寝るよ。ね、コンディションが良くないとね、いい配信できないから、結局、いい配信できなかったら、一番、その被害を被るのはリスナーだっていうのがよくわかってるのよ。結局、リスナーの時間を奪う作業だから、俺は、モチベーション高い時に放送をやるべきだと思ってる、最近は。昔はダラ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 長時間やってたけど、なるべくパフォーマンスのいい感じで放送していきたいと思ってるからさ。うん。みんなが楽しめる形で。その方が、ね、他の時間に使えるわけだから、みんなも。有意義じゃん。うん。だんだんね、和道流配信術ができてきたんだよ、本当に。いろんな形で。その、見栄を張らない、大きく見せない、素直でいるとか、ありのまま伝えるとか、ダメなところは認める。そう、素直さ、誠実さが一番リスナーさんに伝わるなと思ってて。うんうんさん、初見さん、フォローしてってください。コメントありがとう。キヌポン、あ、漫画肉、ありがとう。うん。漫画肉もう100個超えたから大丈夫。あ、また新しいフォロワーさん、ありがとう。新しいフォロワーさん紹介して終わりにします。うんうんさん、フォローありがとう。じゃあみんなお疲れ。ありがとね。うん。ではまた明日。また明日会いましょう。うん。お疲れ。うん。また明日。お疲れ様でーす。おつおつ。ありがとね。漫画肉いっぱいくれて。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。